東大見市、ひばり公園は、滋賀県東大見市にある、都市公園。総面積11万4千平方メートル、駐車場を290台収容する施設を有する。現在の管理者は、公益財団法人東大見市地域振興事業、団である。ひばり公園の造営は、長生30周年を記念した旧、古東町により1984年度から、 都市計画公演事業、ひばり公演として開始され、1991年4月1日に、竣工した。1991年5月12日に観光、当時滋賀県内最大級の野球場であった。内野席425人、外野席2500人の収容規模となっており、高校野球滋賀県大会の会場の一つとして、位置づけて竣工された。毎年8月には、 サマーフェスタコトナリエが開催され、BDF 発電を利用したイルミネーションが観光客を集めている。2017年より、ベースボールチャレンジリーグに加入したオセアン、シガブラックスが公式戦を開催しており、初年度は最も多くの試合を実施した。ありがとうございます。